過去の海が出てきているという面があるのではないかやっぱりコストや納期よりもですね品質安全スバルが昨日新たにブレーキ検査の不正を公表したほか KYB の免震データ改ざんなどここ1ヶ月だけでも日本企業の不正が相次いで発覚していますこうした事態に世耕経産大臣はコンプライアンス意識の徹底が必要として トップがが現場の仕事に目を向けていることと重要と指摘しましまた。一方、森友学園問題で文書の改ざんがあった財務省のトップ、麻生大臣は。基本的には信用というものをなくすことになりますのでいろんな意味で大きなマイナスが出てきますからこの人の話はきちっとした対応をしないと。